い、豊田翼です。本日の気づきはですね、台本は自分の中にあるというお話をさせていただきます。まあ僕よく言われるんですけど、その YouTube の、 その動画について台本作って喋った方がいいよって言われるんですよ。でそれはもちろんそのチャンネル登録者数を伸ばすとか、要するにチャンネルをもっとうまく活用しようと思うのであれば台本作って喋った方がいいよっていうことなのかなと思うんですけど、まあ、結論から言うと僕全然台本なんか作らないんですよ。でそれはそのリアルタイムで出る僕の言葉っていうのに僕が一番価値を感じてるし、まあ、それが社会にとっても価値あると思うからですよ。希少性の法則っていうのを僕はおそらく戦略として活用してると思います。世の中に数が多いものと少ないものがあるとするなら、少ないものの方が価値が高まるよっていうのが希少性の法則なんですけど、まあ僕っていう人間は一人ですし、まあ僕と似たような人って多分まあいっぱいいるけど、でもやっぱり僕はオンリーワンだし、でさらに僕と同じような仮にキャリアを歩んだとしても僕と同じようなことを気づいたりとか思ったりすることは多分まあ被らないんじゃないかなと思って、僕はこういったチャンネルの何ですか運営をしているというか、まあ、自分の気づきとか経験とか思ったことを学んだことをまあ発信しているという形ですね。はい。し、まあ僕基本的にそのみんなが右行ったら左行きたいタイプなんで、まあもうおそらく僕は本当にね、オンリーワンだなと思います。すごくずれてるってよく言われます。はい。まあ、僕はまあ意図的にずらしてる部分もあるし、本気でずれちゃってる部分もあるんですけど、まあ僕としてはそれでいいかなと、はい、思ってます。もちろんね、周りの人はねそれじゃダメって言うんですけど、僕は全然それを聞いたことないし、はい、別に従う必要もなかったかなと思ってます。はい。で、まあ、ここまでが今回の話 で、ここから先はちょっとおまけで最近思ったこといろいろ話していこうかなと、はい、思います。まず先日ですね、僕家族に向けてメッセージの動画を撮ったんですけど、まあ、なかなか評判が悪くてですね、なんだろう、大事なことってやっぱりその面と向かって話す必要あるなとも思ったし、まあ思うことって人それぞれだから、まあ別にいいかっていう感じだなっていうのを改めて感じました。まあなんか僕としては僕の立場からすると理解されようとしたっていうのが僕の心の中にまだあったんで、なんかそれは本当に早く捨てた方がいいなっていうのを思いました。はい。まあ自分が伝えたことって大体伝わんないじゃないですか。伝わんないっていうか、まあ、伝えるレベルが低いっていうのもあるんですけど、別にまあ、なんかまあ、仮に 100% 伝えて、なんていうの、何%理解できるかって、正直相手次第じゃないですか。だから、別に、いいかと思って、はい。なんか、ね、いろいろ言ってるんですよね。でまあ、なんか、これ以上言うとまた怒られそうなんで、はい、その話はやめようかな。はい。ただなんか、まあ、ちょっと、いや、家族の話はやめよう。なんかいろいろ言うと怒られそうだし、やめるわ。うん。あとなんだかな。まあ。あ、そうだ。批判された時の、まあ批判っていうか、まあ僕自身批判だとも思ってないからあれだけど、まあ批判されたとしましょう。批判された時の対処法についてお話しできればなと思います。まず、ですね、まあ、まずなぜ批判されるかっていうと、やっぱりその理解するされないとか理解できないことがあると人ってなんか叩くのかなと思ったりするんですけど、理解できちゃったらその人と一緒だっていうのをさっき、まあ、知ったんですけど、さっき学んだんですけど、はい、
だから逆に理解できなくていいんだよっていう、そもそも、はい、し、まあ、なんていうかな、その多様性を、なんていうんですかな、受け入れるっていうのが大事ですよね。まあこれはよく言われていることですけど、人と違って当たり前だから、別に、なんだろう、理解できなくていいんですよ、そもそも。なんか理解しようと努力することは、尊いかと、尊いことだと思うんですけども、まあ、仮にね、してみてできなくても、まあそんなに落ち込む必要ないのかなとも思ったりします。はい。僕もね、理解しようとも思ったし、されたいとも思ったし、あとはしてもらおうとも思ったし、まあしやすいように理解されやすいように、振る舞った時もありました。で、結果的にですね、そのすべてがですね、本当に自分にとってなんか、なんていうんですかね、苦しかったですよね。なんか取り繕って生きてるっていうか、なんか自分を生きてない感じがして本当に苦しかったんですよ。このままでいいのかなってずっと思ってたんですよね。はい。で、そんなこんな YouTube に出会いまして、今は本当に YouTube を撮るのがもう楽しくてしょうがないっていう感じですね。はい。自分の言いたいことを言えるし、はい、思ったこと言えるし、なんかで、それが結果的に人の役に立つっていうのが本当に、なんだろう、嬉しいんですよね。はい。なんか自分がやったことが役に立ったっていう経験、なんか僕がなんか実感してないだけかもしれないですけど、あんまなくて、まあ、例えば会社で仕事をしてても、それって結局会社がそのなんですか、誰でもできるようなその仕組みを構築してくれたからできることだって、僕自身の能力ではないじゃないですか。そこが結構なんか僕は負い目を感じてたんですけど、でももちろんね、 YouTube も Google 様がね、とか YouTube さんがそのこういうプラットフォームを作ってくれて、なんですか、運営できてるんで、YouTube 様々、Google 様々なんですけど、まあね、とは言ってもちょっとなんか一歩前進というか、まあ自立への一歩というか、自分を表現できる自分のメディアということで、まあなんか自分っていうのがなんかちょっと加わったのかなとも思ったんで、本当 YouTube には本当に感謝してもしきれないって感じです。なんだろう、僕がなんかよく言うのが、その、まあ、また台本の話なんですけど、インスタ映えするラーメン屋さんにはなりたくないってよく言うんですよ。いや、インスタ映えしないとお客さん来ないよっていうのももちろん正論で正しいんですけど、僕はその時代と逆行するような、なんかその、なんですかね、逆を行きたがるんですよね。逆張りっていうんですか。なんか、もちろんね、店舗の外観とか、まあ、なんかお店が綺麗かどうか、で、もちろんね、着たいかどうか決まると思うんですけど、僕はやっぱりね、その味で勝負するラーメン屋さんってめっちゃ好きなんですよ。で、できれば僕も自分も、そういう、なんですか、例えばラーメン屋さんになりたいってことなんですかね。結局なんか、外見だけ取り繕うやつってあんまり好きじゃないんですよね。だからなんか俺ダサいとか仕事をなんだろうできないって言われても正直なんとも思わないんですけど、内面がダメとか人間性が終わってるって言われるとやっぱりショックなんですよね。いや、それはなんでかというと、やっぱりその内面でショックしてるからですよね。自分が一番勝ちたいところで、それを否定されたらめちゃくちゃ悔しいっていうか、ね、いたたまれない気持ちになるんじゃないですか。はい。自分が本当に伝えたかったことが、例えば伝わらなかったとかね。はい。まあでもそういうのも経験して、また人って成長していくかなとも思ったりするんで、人生って本当にいいなって思いますね。はい。僕は、どっちかっていうと残り時間がまだ長い方なのかな。なんで、本当にこれから先も
もっと面白いこと起きるのかって、まあもちろんそれは自分次第ですけども、でもなんか明るいこととか楽しいこと待ってるんだなと思うと楽しみだなって思いますよね。はい。で、なんか、まあ、いきなりですけど僕の弱点を発表しようかなと思います。はい、まずプライバシーがない、責任が取れない、許可を取ってない、配慮がない、安易であったりふざけてるように見える、マイナス最悪を想定していない、決めつける傾向がある。これどうにかしてなんか長所に変えれないですかね。プライバシーは守るべきなんですけど、これなんかな、プライバシーを守れてない、もっと配慮するとかですかね。なんかわかんねえけど、配慮する、責任取れない、責任取れる人になる、許可いる、許可を取らない、許可を取らなくてもいいような人になる、はい、配慮、まあ、配慮できる人になる、はい、安易ふざける、まあ、ふざけない人になる、マイナス最悪を想定していない、マイナス最悪を想定する、決めつけない、決めつけがあるは、まあ、フレームワークがあるっていうふうに言い換えることもできるかなと思います。まあ、こんなふうにね、自分の弱点をうまく解釈するのも必要かなと思ったりします。今日、ぶっちゃけ元気ないんですよ。本当に、なんですか、元気ないんです。まあ、ちょっとね、まあ、いろいろあって元気ないんですよ。まあ、人ってこんなに、元気なくなるのかっていうぐらい元気ないんですよ。やっぱり僕もね、若いんで理解されないで苦しいっすね。ごめん、元気ない。今日はちょっと公開します。ちょっと休みます。本日もちょっとグダグダしてしまいましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは本日も最高の一日を過ごしください。さようなら。